おはようございます3月10日水曜日の東京インフォメーションです緊急事態宣言の延長を踏まえ都は1都3県共同のテレワーク集中実施機関を延長しています1都3県共同のテレワーク集中実施機関というのを設けておりますがこれも今回の措置に伴って 3月の21日まで延長をいたしますそして週の週3日社員の6割以上のテレワークそれから半日だったり時間単位のテレハーフなどこれをうまく組み合わせるなどして今一度とことんテレワークでお願いを申し上げます1都3県共同のテレワーク集中実施期間の延長に合わせ 都では新たにテレワーク導入緊急相談ダイヤルを開設しますこれはテレワークに関する専門家にテレワーク導入時のさまざまな課題について無料で相談ができる専用ダイヤルで明日11日木曜日から今月31日水曜日までの平日の午前9時から午後5時まで電話0363271797で相談を受け付けます。 テレワーク導入の相談ですと伝えて相談してください。また新型コロナウイルスの影響で住まいを失った人などにビジネスホテルなどを借り上げて提供する緊急的な一時宿泊場所の提供の受付期間が緊急事態宣言期間中の今月二十一日日曜日まで延長されています。東京チャレンジネットフリーダイヤル零一二零八七四二二五 または女性専用のフリーダイヤル。零一二零八七四五零五で受け付けています。新型コロナウイルス感染症に伴う。ホール劇場などの鑑賞者意識調査の結果がまとまりました。この調査は都の施策の参考にするとともに。ホール劇場など関係者の参考にしてもらうため行われたものです。 調査期間は今年一月二十五日から二十七日で対象者は二千十九年にライブエンタテインメントの公演をホールや劇場などで一回以上鑑賞したことがある人などです。公演の鑑賞回数について見に行かなかった減ったの割合が九割以上に達しました。ホール劇場の感染対策などで不安を感じる点では換気が六割を超えて最も多く。 他ののの観客のマナーや座席ななどの間隔を空けないが続きました収容率を50%に抑える場合の料金では通常のチケット料金と同程度でないと見に行かないが最も多く新型コロナに感染する不安があるうちは50%に抑えても見に行かないが30.8%高くても見に行くが33.9%でした。 公演のオンライン配信は見ていないが半数を超えていましたが今後は見たいと考えている人が6割以上いました公演のオンライン配信を見た人の費用は有料でのみ見たが53.2%無料でのみ見たが24.9%有料・無料両方の公演を見たが22.0%でした 新事業発掘プロジェクト事業の今年度事業化プログラム成果報告会がオンライン開催されます新事業発掘プロジェクト事業ジェムスタートアップ東京は大企業などの民間企業で培われたノウハウやアイディアを企業や新事業創出に結びつけるための取り組みです第一部は日本の企業家ランキングで1位に選ばれた佐渡島隆平さんによる基調講演 大企業とスタートアップが作る日本型イノベーション映像データであらゆる産業の現場をデジタルトランスフォーメーションが行われ第2部はプログラム挑戦者によるビジネスモデルや事業計画今後の展望など成果報告第3部では新事業創出や社内体制の整備など企業側の視点からの報告が行われます ジェムスタートアップ東京成果報告会は、今月16日火曜日午後5時半からオンライン開催されます。前日までに公式ホームページからお申し込みください。申し込み後、視聴方法などがメールで送付されます。ここまで東京インフォメーションでした。